小池知事は今日の定例会見で低所得世帯向けに1万円の商品券を配る新たな経済対策を発表しました。一方、都知事選挙の投開票まで1ヶ月となる中、小池知事は今日も立候補は表明しませんでしたが、これまでに30人以上が出馬する意思を示していて、過去最多の立候補者数となる可能性があります。知事の表明、いつ頃になりそうでしょうか。今定例議会しっかりと対応していきたい、もうそれにつきます。今日の定例会見でも小池知事は出馬について明言しませんでしたが、これまで自身が進めた都政の継続に向けて意欲をにじませました。で、改めて思いますのは、まあ、都民第一ということで進めてきた改革、さまざまございます。課題は次々とそのスピード感を変えていくものでございますけれども、これまで行ってきた対策というのは、さらに力強く進める、またその必要性があると思います。その上で発表したのが、新たな物価高対策です。各世帯に1万円分の商品券などを提供する支援、これをスタートするというものでございます。住民税非課税などのおよそ190万の低所得世帯に対して、1万円分の商品券やポイントを支給すると発表しました。今月17日からウェブとはがきで受け付け、都によりますと予算規模はおよそ227億円だということです。出馬表明していないものの、都知事選までちょうど1ヶ月のタイミングで物価高対策を発表した小池知事。一方、小池都政をリセットすると強調した蓮舫参議院議員は、先週都庁周辺で行われた生活困窮者への食料配布など支援の現場を視察しています。都知事選にはこれまでにご覧の方々が会見などで立候補の意向を表明しています。都知事選は今月20日に告示され、来月7日に投開票が行われます。今日のコメンテーターはジャーナリストの鈴木哲夫さんです。よろしくお願いします。はい、お願いします。まずは小池知事が新たな物価高対策を今日の定例会見で明らかにしました。低所得世帯に対して1万円分の商品券などを配布するということです。都知事選まで1ヶ月を切ったタイミングでのこの発表、まあ、選挙に向けてのものかなという見方もあると思いますが、鈴木さん、このタイミング意図をどう見ていますか。 はっきり言って選挙のためのものって言っていいと思いますよ。はい、でただね、これ何がポイントかというと、小池さんのやっぱりこの今までの実績も含めて、小池さんの一つのポイントっていうのは、要するに国に先んじるってことなんですよ。ね、でちょうどこれね、1万円でこれ困窮してる人たちにっていうけれど、国は今何をやるかというと、例の所得税減税やるでしょ。でこの所得税減税っていうのは結構岸田さんは売りでやってるけど、実感が僕らなくて、そうですね、これそれだったらね、物価高対策で お金を渡した方が良かったんじゃないかっていう、所得税問題に対して今議論が出てるわけです。たらパッと、いや東京が配りますよ。から学費の、ね、問題にしてもそうだし、これも全て国に先んじるっていう。でこれはイコール、私は常に国に先んじてきた、私の実績を見てくださいねということで選挙につながっていくと、こういうことだと思いますね。一つの流れの一環ということなんですね。小池知事はまだ立候補を表明していませんが、都知事選挙をめぐっては都議会の代表質問や一般質問でも選挙を意識した質疑が続いています。桑原さん。はい、小池知事の支援を模索している自民党と出馬を要請した公明党、そして知事が特別顧問を務める都民ファーストの会は、知事の政策を評価する質問や出馬表明した蓮舫議員を批判するような質問がありました。一方で蓮舫議員を支援する立憲民主党や共産党は、
知事の学歴詐称疑惑の追及や都政から退くべきと迫るなど反小池の姿勢を鮮明としています。鈴木さん、すでにもう選挙戦のこう前哨戦とも言えるようなやり取りですよね。はっきりガンガンやり合わなくてももうどう見たって、これは意識してやり合ってますよ。だからもう前哨戦が始まってるってことですよ。そうですよね、はい。まあ、この一方の蓮舫議員は先月27日立候補表明以降、都議会への挨拶回りや街頭演説、視察など選挙に向けても精力的に動いています。まずはこの街頭演説の中で公職選挙法に違反するのではないかなんて報道もありましたけれども、そういった点は鈴木さんはどうご覧になっていますか？これは厳密に言うとやっぱり違反じゃないかという議論あるんですよね。ただこれをどういう形で本当の違反としてどんな形で立証されていくかというとなかなか難しいところもあるので、ここはそのままえいやっていってすり抜けちゃうんじゃないかなという蓮舫さんのあの問題はね。でそれ以外にでも蓮舫さんがとにかく攻めていくのはやっぱりね、現職のこう実績っていうのは大きいんですよね。だからそこはもう叶わないわけだから、だからこれね、東京都知事選挙って必ずそうなんだけど先に争点を設定していくのが一つの方法で、だって無党派が多いでしょ東京は。だからなんかまず出ていってこれが争点だって印象付けるっていう、今回蓮舫さんそれに成功しましたよね。つまり小池さんと自民党の問題にしちゃったでしょ、だからこういう形で要するにある種、パフォーマンスじゃいけないけれども、まさにその先手を打って争点化を自分が先に批判をしていくというね、これからもそれを続けるんじゃないでしょうかね。一つのこう都道府県の選挙であってこう国とこうつなげてみるのはどうかっていう目もあると思いますけれども、その通りです。もうだ僕は今の都政だったら防災とかやってほしいわけですよ、それで議論してほしいんだけど、でもそれがやっぱり選挙の争点化、何が争点かっていうのをパーンと作ってそこを攻めていくっていう、ある種蓮舫さんのうまさでありしたたかさでも小池さんもそれうまいから ねだからそういう戦いになってくる。でも本当はやっぱ争点を、都政の争点を設定して議論してほしいですよね。そうですね、はい。その前にはやはりこの知事の表明というのも必要になりますけれども、知事の立候補表明はいつ頃になりそうですか？私が取材して聞いてるのはやっぱり都議会が終わってからということなので12日までですから、その圧倒ぐらいになるんじゃないでしょうかね。だからそこまでいろいろ貯めて、今また横文字のキャッチフレーズが出るかもしれません。でもある種そういう蓮舫さんと2人だけじゃないんだけども、そういうある種のこう無党派層にどう訴えていくかみたいなね、そんな選挙になると思いますね。記者会見でもこう質問が出たりしていたんですが、今回の選挙はこうどんな選挙と言えますかという質問、鈴木さんはどんなふうに考えますか？いや僕は要するにこれ石原さんぐらいから変わってきたのは、要するにリベンジ、国政のリベンジみたいな、国にやれないことを東京がやる、東京がやって国を引っ張るみたいな。でもちょっと待ってください、東京には本当にずっと暮らしてる人たちもいるわけだから、そこに向けた、私はさっき言いました防災とか、それから若い子育てだけじゃなくて高齢者の問題、私の知ってる高齢者なんか大変でしたよ、介護とかいろんなこと、今でもね、そういう高齢者に優しい街とか、そのあたりを僕は争点にしてほしい、そういう選挙をやりますって、公約ですっていうふうに小池さん言ってほしいな。地に足をついたといいますか、そういったところですね。今後の都政をどう運営していくのか、未来志向の議論を期待したいと思います。